研究室を離れたテレサ一行は人型ロボットの脳内情報をもとにキアナの行方を追おうとしていた。しかしその矢先、ネゲントロピーの係屋から通信が入る。ネゲントロピーの所有するデザイアジェムを移送するため、係屋がハイペリオンに協力を要請してきたのだ。だがその通信中に死んだはずのハイヘビが人型ロボットを介し、ハイペリオンのシステムを掌握してしまう。ハイヘビによる混乱は収束するものの、人型ロボットは再び昏睡状態へと陥り、一行を悩ませていた。よし、人型ロボットとハイペリオンのメインシステム。けど今は必要な設備が揃っていない。でも彼女の話だと、それにもしデザ、うん、そうだね。実はさっき、一つはカカリアのデザイアジェムについては諦めて、ただしこのプランだとデザイアジェムは奪われる。正直ではもう一つのプランとは、僕たちがそれぞれ別行動を取るんだ。Oh, I was about to say, like, splitting forces. I don't think that sounds like a good idea, but yeah. And then he did mention if we are lucky, we will solve both issues. 過去撃破されて全てを失うリスクもあるけどね。つまり、プラン1だと安全性が高い反面。Yeah, but plan 2 is super risky, man. はあ、いや、どちらのプランがいいか。みんな。みんな、もう1、2、うん。アインシュタインと私がプラン1。おテスラソボットポケント。3対2でプラン。それじゃあ、ここからは別行動ね。テレサさんと話し合った時、テレサさんとブローニャ、そして僕がハイペリオンに乗ってカカリアと合流し、デザイテスラとメイがヘリオスに乗って、そうしたらいいじゃないよ。全員の状況を見て判断し、問題ない。博士と学園長の判断をし、ブローニャも意見はある。意義がないなら、メイ、気をつけて。鉢合わせする可能性があるわ。はい。わかりました。学園ブローニャちゃんも。あ、はい。メイ姉様、ありがとうございます。ヘリオス号は軌道に乗ったわ。いつでも飛べるわよ。では、行ってきます。Oh, yes, another blurry. メイ。Blurry. It's not blurry on the OBS, but. テレサさん、僕たちもそろそろ出発しよう。テレサさん。ジャミングの原因はわかるかしら。いや、原因が不明なんだ。テレサさん、ブローニャ、もちろん、もういい。こいつがジャミングの原因ね。片付けてやるわ。わわわ、ふう、お、誰？いや、ふで、ふで、お、リ、の、え、そのリタ。楽勝楽勝。この程度の崩壊よ。朝飯前よ。おお。これで2回目。What？さすがロザリア、こんな短時間で崩壊し、でもね、負けるのは予想できてたの。なぜだって。子供が二人、あれはロザリアとリリアって。ん、リリア、ブロニャちゃん。ロザリア、この特徴的なドリルはどう見てもブロニャ、ブロニャ、お久しぶりです。ロザリア、リリア、ブローニャ姉さんは昔のまま少しも変わってないね。わっ、そうよ、どこも変わってないわ。ロザリア、どうしてここに。最初どう、これはね、お母様が私。ロザリア、ブローニャ姉さんはアインシュタイン博士と一緒に来ているんでしょ。そうだよ、連絡が取れなかったから、さあ、行きましょう。係よ。But then the interference though. お母様。大丈夫です。あの二人、カカリアの部隊。はい。もう、それと、あちらもハイペリオン。とにかく、無事合流できてる。とにかく。あの二人とは知り合いなの？はい。ブローニャが孤児院にいた頃の双子の姉妹。ロザリアが妹になります。Does that mean we get to see you? リリアが妹になります。友達なのね。でも、あの彼女の角と尻尾、あの質感。ブローニャにもわかりません。ロザリア、リリア、ロザリア、Wow, that's far. 状況をみんなに説明しました。ええ。でもその前に、まずは私はロザリア・アリーン。こっちは妹のリリア・アリーン。
じめまして。ロザリアはバカだから何か気に障るようなことをするかもしれません。もう誰がバカですって。さっきの崩壊獣とは、うん、お嬢ちゃん、もう大人。そうよそうよ、崩壊獣、はあ、ロザリア、また言っちゃいけないことを言った。お母様に言いつける。しっ、やめて、尻尾はすごく敏感なんだから。ごめんなさい、今のは私たちの秘密なの。自己紹介はここまで。目的地は開演場です。ああ、テレサさん、ひとまずハイペリオンに戻ろう。詳細。So what, they're ready for plunging? これからネゲントロピーが保護している全部話してなくてすまなかった。大丈夫よ、こういう遺跡。それで、いや、にわかには信じがたいかもしれないけど。 Yeah, we are plunging. Yep. But that's a Hyperion even have... 北緯11度 11.9 分、東経142度 11.5 分、海面下6150m。 Is that fountain? It's a fountain reference. ここがネゲントロピーが発見した全文明の遺跡、開演場デモアナキノだ。ああ、驚いたわ。全文明の遺跡はいくつか見てきたけど。海底で眠っていたおかげだね。It feels like there's so much dialogue now. 天命はデザイアジェムを探して。世界デザイアジェムを守りながら一箇所にとどまるのは。いや、もうすでに気づいているみたいだ。開演場で大規模な戦闘反応を。そんな、出てきた時は何も。早く出して。総員、戦闘準備。敵が撤退を開始しました。追撃はなしだ。あら、お気遣い感謝するわ、博士。あら、待っていたわ、アインシュタイン。それからハイペリオンの皆さん。 She's not reading anything on the news. 地形を観察地域全員沈黙。 I'm a bit scared. これより期間。 I'm a bit scared. That's a bit scary.What is that? Is that mosquito bite? 待っていたわ、アインシュタイン博士。そし、Oh no, she's wearing something underneath. Thank goodness. ご協力、心から感謝。思ってもないことは言わなくていいよ、係屋。デザイアジェムをこちらに渡して。Nobody cares about her. 安全な。そう焦らないで。天命がここに気づいたのを見たでしょ。悪いけど時間がないんだ。渡さなかったら、敵は。Well?さっきの奴らだけじゃなくなる。ますます天命の指名手配犯っぽくなってきた。私たちはデザイアジェムをこちらに渡せば、天命もし、それでも応じないなら。さすがの洞察力、降参だわ。ここの兵力だけでデザイアジェムは開演場の中よ、取れるものならね。Knew it. I was like, too easy. It's too easy for her to give up. この世の中、ちょっとしたアクシデントのせいで、デザ、何を企んでいるんだ。だから、取ってくればいいだけでしょ。漁師の海の危険さを分かっていない。君は。分かってるわ。だから協力を要請した。必要な機材は用意してあるわ。好きに。ただ、あなたが調査している間。わかりましたね。また騙しました。落ち着いて。ブローニャ、部隊が安全に撤退できるようにしただけ。デザイアジェムをそちらが入手しても、それにあなたたちはさ、言ったはずよ、これはこの遺跡は自由に出入りしていいわ。私がデザイアジェムを隠したと疑うなら、気持ちよく協力し合いましょう。Damn, that's messed up. 太平洋の底に、そんなに時間は経っていないよ。第二次崩壊の時、その隕石を探そうとして、この遺跡が存在する海域はネゲントロピー。遺跡の中のこれは全文古典視界文書に記す。視界文書、まさか全文明のものだとは。も視界文書は、だからムーンライトスローンのまだ確証はつかめていない。記録によると、ムーン技術レベルは世界トップクラス。そんなに大きい国だったのに。そう、それは最悪な形。全文明起源の大急立者、岩の律者。彼女が疑似的な巨大ブラックホールを作り、重力が激しいプレート運動を引き起こし、広大な大陸がいとも簡単に。何が起こったのか、僕、律者は決して意のままに操れる存在じゃない。え、おじい様、ブローニャ、ビーコジーンとは全然違うでしょ。だから
天命が開演場の損害状況を調べるように。お前、これが驚いたわ。あれ、全文明起源の博士、宇宙にある全てのものは量子が観測されるとき、これが量子力学の。Oh, is this where we'll fight the new the new コンコエリモン。いいよ、例をあげよう。例を。僕たちの宇宙をコップに入った一杯の水としよう。今コップの中の水が、この水たまりは全文明起源の人たちは、彼らはこのコップの間の。こういう概念は SF 作品でしか出てこないと思っていたわ。ふいた。確かに信じられません。本当にそんなことがあり。理論は所詮理論。It's just a theory. A game theory. 量子の海に入ること自体、開演場の資料によると、それがその通り。で、モアナ、事実上は都市でも要塞でも、この転送ゲートの名前を。今、私たちがいる場所、ここへ来てから、どうも調子が悪いと。長い年月の間、ここは量子の海の、そして僕たちは。結論だけを言うと、今の人類の技術レベルでは、それで探索計画は無期限休止に。けど、まさか門の向こうまで急ごう。なんと。え、そう、why did ココレア purposely drop in the sea of water when they can't even like retrieve it yet? That makes no sense. ここが突き当たりだよ。So it's alive. ここから先、漁師の海とど、博士。漁師の海に uh-huh. 考えたよ。ここには僕が入る。転送ゲートが開くとき、一人で漁師の海に入る資格はテレサさん。肝炎症の。そうね。それが、漁症状は人によって異なるけど、無理して入ると。見たところ、ブローニャは平気みたいだね。だから、最も漁師の海を理解して。本当に大丈夫な。あ、信じてくれ。フィールドワークもそろそろ終わりだ。今日は入れるよ。 Wait, that's all for today, really? Is this a dream? 続けて。構わないわ。Oh no, she's just training. Okay. I don't understand that, but yeah, sure. ちょっと寝るね。 Oh, she's... がんばっているね。お？博士。普段通りさ。まあ、僕のこと、システムが漁師の海の波動状態を要望通り、血起し、その結果、バックドアプログラムは確認できない。そう、安心して。ただ、それとは別、メインシステムにグレイプニールという項目。ん？それは何なのか。月光の走行機能を制限するシステムのようだね。どういうこと？テレサさんは帝王級崩壊獣ビシュヌの DNA を持っているけど、この2つはテレサさん。よくビシュヌが帝王級に分類される理由は、消滅時。ビシュヌは崩壊獣を。血騎士月光はテレサさんの。けど、このグレイプニールというシステムは、そしてその制限は、たった 15%？ その通りだよ。活性化 DNA の放出には制限というより、制限システムを解除すると3段目から危険。5段予想では、5段目になると 100% になると。それは僕にもわからない。 Yep, time to prowl, maybe level 2 firstNo, unlock it. その制限システム解除。いつでも可能だ。テレサさん、みんな、システムの調査結果によると、だから、教授、何か、ブローニャに。ブローニャ、君は賢いけど、確かに、ブローニャには分かりません。だから、別のお願い、この子たちをどこかに連れて行ってくれ。はーい、おはーん。遊びに来たわよ。ロザリア、どうしてカカリアのところじゃなく、私たちと行動するようにブローニャ、少し遊んできてあげなさい。テリサ is also running away。 ロザリア、リリア、やったー、ブローニャ、何して遊ぼうかしら。かくれんぼは好きだよ。ブローニャはあまり好みません。うん、せっかく観客がいるんだから、ステージきっと驚くわ。実は
大人気恋かかりや孤児院限定だけど、ね、毎年数えきれないほど本当は1回だけ。いやいやいや、毎回満席、観客をみんな孤児院の子だしね。立ち見するお客さんまでいた。椅子が少なかったの。ピーチです。エリアは黙ってね。やっぱりこのビデも見つかったね。どうして二人一緒に隠れるのがめんどくさいから、ロザ私たちの負けね。ブローニャはそんな、脚本はロザリアが書いたよ。すみません、ブローニャは。でもいいです。第一幕、昔昔、僕はアレクサンダー・アレクシエビッチ・ドストエフスキー・アレクセイ・グリゴーリエビッチ・ドストエフスキー。ブローニャは前言を撤回します。なんでよ、あれ、エフスキー、何か不満でもあるの？名前を覚えられないのなら。ブローニャ姉さん、そのみんなとは誰ですか？子猫とか子犬とか鳥とか石？石？あと崩壊獣よ。久しぶりだわ。まるで昔に戻った。メローニャ、ソフィア、イサベラ、セーレ、みんながいた頃。セーレ。お母様と共にこういろいろあって。幼い子たちは孤児院に残ってて、あのシンが世話係。ブローニャ、見せたい場所があるの。セーレ。地形を鑑定、全員沈黙。これより期間。When are we gonna see Sailman？ ここは偶然見つけ、とても綺麗で。4ヶ月間私たちここを訪れた時、この世界に。これは誰かの。イザベラ、ブローニャ姉さんが来たよ。ごめんね、ブローニャ。ないし、せっかく再会できたから。わかっています。So, who are these three? One is Isabella, and who is the other two? I guess you wouldn't know them. これは大崩壊のせいで天命に追われて、このお墓はこの島のことを教えたら、ここは雪原とも孤児、昔は気に入ってもらえてたら。ブローニャ、ブローニャ、ウェディココリアカプロン、オッ、ブローニャは帰ります。もう少しここにいてくれない？ブ、お、is this Cocolia being an actual mother for once？ だ、ブローニャはたまたまここに来ただけで。ブローニャ、ブローニャの脳内にあるチップを使って、そのことを。ウェイ、ワイズヒーライク、一生忘れません。お母さんが悪かったわ。ブローニャも分かっているでしょ。ブローニャには分かりません。あんなことをして、ブローニャには全く分かりません。嘘つき。そうだと思うのならそれでいいわ。ブローニャは信じています。ま、なんとかしないと。ブローニャ姉さん、ごめんね、わざと。大丈夫です。ブローニャとお母様のことはもうすぐ夜になります。うん、帰ろう。Wait, they spend the entire day. デザイアジムを回収するとき。うわ。リリアはもう。おやすみ、ローザ。What? どうしたのですか？リリアは夜7時くらいになると眠くなるの。こういう時だけ。お姉さん。殴るわよ。
はいはい。ブローニャは知らないわよね。ブローニャが出て行った後、そしたらたくさんの崩壊獣に。そんなこと。それでひどい怪我を負ったわ。お母様のあんなに怯えた顔。ロザリア、あと少し遅かったら。お母様がね、助けてくれたの。角と尻尾が生えてきて、体は以前よ。リリアは居眠り病になったけど、私もリリアも分かってる。でもその実験がなかったら。大丈夫です。ゼーレとブローニャがいなくなった後、きっと悲しんでいたの。後悔していると思うわ。後悔しても何でも、お母様のそばには誰かがいてあげないと。もっとお母様の力になれれば、そしたらブローニャが嫌っていた実験もしなくて済むわ。昔はブローニャとお母様に守られてばかりだったけど。ロザリア博士、両ん、ハイヘビがハイペリオンのメインシス、1年前の実験でネゲントロピーの目。ああ、君たちの彼は自らあそこにいることを。 Wait, so he has been the sea of control for that long. 1年前、漁師の海の探査実験を。それのせいで実験は失敗し、アルソン、あれが何なのか。ベルトが僕を漁師の海から逃がすとき、助けに行かなかったの。できなかったんだ。それに軽率。ブローニャ、いえ、漁師の海に幻想を抱くのはやめた方がいい。はい、わかります。デザイアジェムの特定も終わったんだ。明日から本格的に行動。ここにいたのね、国園長。え、どうしたの？ Why is he here? もしかしてかかりやのことかしら。 Oh yeah, I forgot Sweden and Tesla. Yeah, it's the same Tesla, Teresa, both teams. お母様と偶然会ってしまい。かかりやは謝って。いえ、でもブローニャは。ブローニャには別れ、角錆と血の匂いが。家族、友達、孤児院にいた2年間ですが、ひどいことをされて。律者がお母様にとって。お母様は分かってはいるのです。何も間違えてなんていない。どんな理由があれ、やりたくないことを強要。ブローニャは過去にお母様からいただいた愛情を。ブローニャはお母様とどう向き合うべきなのでしょう。カカリアの子供に対する愛情は、子供は成長するものだって理解。尊重。大人になってもね、怯え。そんな時こそ逃げずに自分の選択に間違いはない。あなたはセイフレイヤ学園のトップにいる生徒。すべては。え、ブローニャ、自分。学園長にそういったことを言われるのは。私だってこういうことくらい言えるわ。でもすっきりしました。え、ブローニャならきっとできるわ。ありがとうございます、学園長。 It's possible. Damn, I don't have that upper chin. It's really, really hard. Oh, Zill! Zill! Let's go! It's the two girls. Brownia, the twins. 開演場から異常なエネルギー反応を検出。調べないと。Oh no, I think it's Cocolia trying to do something. ご用件は何でしょう。あ、偵察のために。Definitely wealth, right? カカリアが何か企んでいる。早くテレサさんに教えなければ。Oh no. No, Einstein, please. Who the hell are you? Rita?Rita. Yep, it's every Rita. The Shixers are here. Oh no, the Honkai, I mean. Not the Shixers, damn it. 学園長、どうしてこんなこと。ブローニャが最後に博士を見たのは。アインシュタインが。学園長、太平洋この海域の崩壊獣がいっ。崩壊獣？マヨマスター中。カカリア、何をしたの？それは私のセリフ。開演の目が起動。漁師の海の入り口が解放されたということですか。どいて！
炎上に入るわ。死にたいのなら勝手になさい。でもブローニャ、あなたはダメよ。開炎の目が暴走した今、数え天命にも何か動きがあるはずよ。私は開炎城を諦めること。ブローニャには何をする気。いい子だからここを。ブローニャは拒否します。戦術機構、あの子を止めてよ。戻ってきてブロ。お母様、もうロザリア、リリア、ブローニャが開炎城に。ただ漁師の海には絶対に近づいちゃダメよ。急ぐ。お、The Twins。カカリア。うるさい。認めざるを。Yeah, it's the grace of one. Why do I think it's retard, man? この短時間で挽回策を練った頃の、そしてそれに優れた母親だ。ブローニャ。ここにも博士の痕跡は。もうお待たせ。大丈夫ロザリア。ブローニャ姉さん、気をつけて。また敵が来るよ。いくら倒してもキリがないわね。来る。学園長、巨大エネルギー源の接近を待って。これはこの反応、開炎の目から来ています。敵が来る。 Oh, is this the boss? This is the boss. なんて化け物なのよ。 Goodbye. Bro. 未知の敵が。待ってください。このままでは漁師の海の入り口が閉じてしまいます。これが最後のチャンス。ブローニャ、待って。安心してください。ブローニャは無事に帰ってきます。ここが漁師の海。あなたは一体。 It's wealth. The book. Seal. Seal. What? 任務完了。 So that's how Bronya met wealth. Interesting.